Hi guys, welcome back to our channel. なんと今日は近所の公園でなんか COVID のワクチンをあのウォークインで打てるところだったので、35歳以上ケイトリンは受けられないんですけど、自分は35歳以上なので受けに行こうと思います。レッツゴー。いっぱい並んでるでしょうか。あ、でもそんなに並んでない。さて頑張ります。無事にワクチンを打つことができました。ちなみに、なんか並んで保険証とか見して、もうなんか質問されて打つだけだったんですけど、打った後は15分待たなきゃいけなくて、何も異常がなければそのまま帰れる感じでした。そんな感じで昼休みに外出てきたので、これから仕事に戻ります。じゃねー。